レスパールイコールメドックは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ジロンド県のコミューン。レスパールイコールメドックの町は、メドック地方にあり、ボルドーポワンとドグラーブ間を走る、県道線215線沿いにある。古代、ジロンド川の河口に近いメドラ半島を、ケルト系のビトリデス族、フェニキア人、ギリシャ人、そして、ローマ人が占領した。彼らは、 ガルムナ川の湾曲部の奥まったところに小さな港、メティリウムを築いた。これが今のレスパールである。彼らはブルディガラと大西洋岸をつなぐ唯一の道路ララペードも作った。この道路は現在の剣道線2 2 5線の前身である。5世紀以降、様々な民族がメドックに進行した。フランク族、アラブ人、そしてノルマン人である。 カール大帝の知性、住民は自らを守るためにエルボー側の流れで囲んだ城を築いた。そこには25メートルの高さの角型の塔が4本あった。今は名誉の塔と呼ばれる1本が残るのみである。15世紀のシャルル7世の言葉として、レスパールは牛エンヌ最古にして最大の断尺量というものがあった。これは現在のメドック地方全体を指している。 1453年に、イングランド支配から脱した後、様々な貴族が領主となり、最終的にエッペルノン及び、グラモン公爵が領主となった。リーセンスメントで2006でコミューンズデラギローンデハット http コロンスラッシュスラッシュ CASSINI.eheess.fr スラッシュ POPULATIONPAR コンミューンアバント1962 INSEE ポピュレーションデューピルリーセンスメントで1962ありがとうございます。